って言われました。痩せたなお前。痩せたじゃねえか、 KI みたいな感じ。 KI 痩せたのかよくわかんないですけど、痩せました。本当ですかそれ、リアルに。で誰出すの。さあここでエジちょっと巻き返していきたい平行チームだが、俺ここで俺言っとく、まあ、俺言っとく。エジさん出しますか。俺のサウザー、ここで巻き返していきたい。はい、エジさん出てください。相手はマキン、マキンさん。まあこのマキンさんここで勝つと3連勝制限で抜けますが、あ、そうですね、ヘイポーさんから見たら、ヘイポーさんのステゴマとして、いやさすがですね、まあ、ステゴマですよね、ステゴマですよね。ヘイポーさんも偉くなったもんですね、相当、まあ、どうせ3連勝制限だからまあ誰か出せば終わるっていう、とても偉いですよ。とりあえずエジさん出しとこうかなみたいな、ヘイコさんがね、そういう顔をしてますよね、そういう、そういう、とりあえずもう俺プロファイリングだとそういう感じになっちゃう。もうエジさんの動きがぶち切れてますよ、大将に意見するために大将がいいね、こういう出し方してくれます、見返してやるよみたいな動きしたかね、ぶち切れた入れ込みとハリウッドがね、使いますから。ガキャリアイズないの、1個ハリューキャンセルしとくっていう、なんかおっと、ここで掴み掴んでいきましたよ。リスンが出ればロディブルかな、やり込んでますね、やり込んでますね。さあただやっぱタイム制限も絶対終わりじゃない、エージだけを解消していない。さあどうぞ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 。さあこれやはりヘイポさんの思惑通りなんですか。思惑通りですか、捨て駒系ですかね、よーしみたいな、よーしよーしみたいな顔したんだ。これは思わず、さあちょっと連打が入ると、あれ優先見えましたね。まあ、レイガーを実際結構やっとかないと、まあ、レイガーも面倒くさいかなっていうと、固め方とか知らないと思う。まあバニーまで繋いで腰切って、さあねじれここいけそうですね。オートコムブレンドを逆から借りとらないけど、さあちゃんと通る。これなんかもうマキンさんの優しさが出てきてるんじゃないですか、あれ優しさが出てますね、やっぱり優しさが、A パクラクション負けちゃしょうがないよみたいな、あそうそう、こういう状況なんかヘイトさんの顔がね、なんとも言えないような顔してます。こんなつもりじゃなかったっ、まあだろうねみたいな顔してそういうことですか、あ俺の勘違いだったね、そういうことだね。これちょっとエジさんなんか意見言った方がいいんじゃないですか。そうエジさんに意見を求めたいですね。まあはい、まあ、めちゃくちゃ落ち込んでるじゃないですか。まあ捨て駒なんで、捨て駒ですよ。まあまあ、まあ、負けてもいいとこで出されたんで別にいいんですけど、望月さんが出ると、うん、KI さんゼクス大会やりますね。じゃあ平坊さん次誰ですか。いやもうエジさんのこんなテンション見たことないですよ、過去の月曜天で。平坊さん思わずなんか顔しゃくれてますもん。The time of retribution battle one
decide the destiny. だいすけさん、まあ、ここは、まあ、ここはだいすけさん。結構初めてのヘイポー采配いいのが出たんじゃないですか。まあこれでね、セックスが正しいのかどうか分かりますよ、とうとう。そうですね。いいだ。今日も衝撃のカミングアウトだったからな。小中行っちゃいましたって言ってるか。小中行っちゃいました。いやー、親子丼食いましたわって言ってた。親子丼食いましたわ。デーデー、セックスアウト。デーデー、もうもうハイキックだよ、ハイキック。ハイキック、ハイキックといえば今年もやるらしいですけど、笑わない笑ったりのシリーズ。はいはいはい、ドーンドーンドーンと。どうした？さあ、ボンスーさん、サウザー、まあ、サウザーユダ、さっきなんか見てたら特密ボンバーサウザーにこのユダ相当行かれてましたよ。おマジで言ってんの？特密ボンバーサウザー、特密スライディングが結構食らってたんですよ。どうすんすか、なんかね、最初の創作力が試されてるみたいですか、これ。そうね、それでウェーイとか言ってますけど、レバーが硬い、レバー硬い、レバーのせいにしたんじゃないましたね、最速。そうだ、さあ、やばいんじゃないですか、これ。ひょっとして行かれちゃうパターンじゃないんですか、これ。今のあのジャンビー壊し結構確定壊しっぽいですよね。マジで。あー、さっきのね、確定壊し、妖精ナウの確定壊しね。あ、あー、見てください、見てください、妖精さんの怒り顔の後ろののセクスコさんの怒り顔、怒り顔先生遊ぶか。今モチーフさんがこの人普通にコンボうまいって言ったんで、これはちょっと面白かったんですけど、あーワンちゃん残しちゃった、終わった。燃焼レッパーで潰そうとしてやーめいツッコミやしたけど、槍でぶっ刺したかったんでしょう。マジっすか。ヘイポーカ。うまいね。うまい。うまい。うまい。ヘイポーカってね。ヘイポーさんの夜のブーヤギがね。ねえ。いつも光るみたいなね。すごいすごい。信者の方に。徳光信者さんが出ると。徳光信者1が。特密信者結構いるみたいですからね。特密信者1、多分トッキーですよね。トッキーですね。妖精ユダに73つけてるトッキーですよ。いいですね。噂によると、もうやめてほしいよちょっと似てるんですか。やめてちょっと安井さんも入ってる。安井さんも入ってる。安井さんも普段どうしたらそれそれがいいかよ。一番クソにしてる。異論派とか言い出すから俺超異論派です、本当に。おいおい、さあ、試合の方なんかいい試合めっちゃくちゃですね。妖精さんもやっぱり異論派の部類に入る。妖精さんは俺は正規の大学生で、ちょっと預けの方に行くんじゃないかな。どれか違うな、預けに油断使いが多すぎる。そうですね、まあしょうがないよ。確認して出したかったな。惜しい、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 惜しい。妖精は、そしてヘイポーさんがドヤ顔ですか。ヘイポーさんだよ。
さ、ジャンビーが怖い。だから投げ込むの？ユクシマは割とペットっぽいユクシマが。今確定コマンドですね。ダム？お我慢した。ダム？スタンプ？やっぱりね。やっぱりね。やっぱりね。知ってたの？知ってますよ。まだ知らない。じゃあ。どうすか？あ、要請聞き。ちょっと。なんだ今。そんなバルは何ですか？モードのボリミングは何ですか？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 ノコリ。レバーが硬いですか？もういい。コペダが出ない。ふわふわ。デザインのデスティニー。ちなみに今本当にもう俺がメンテしてないですからね、ピアノのレバーは。まあ、唯一今、ね、順調に動いてるリピーバーのチームのレバーだけは俺が前メンテしましたけど。あ、終わった。スルー。ピーバーはピアノがビューンね。スルー。あ、終わった。あれ？これが負けパターン入るか。うぃ。飛べないとかダメだよ。飛べない妖精ですよ。飛べない妖精です。じゃあ誰だろうか。ヘイポさん、チャラいですね。エントリー用紙に自分のこと俺って書いてます。俺って書いて。そろそろ卒業しようぜ。カタカナで俺って書いてあって、で、出るのは俺、出るの俺、俺が出る、俺ユダ、俺ユダが出る、俺ユダ、俺ユダ最近よく見るけど、俺ユダ見るね、なんかピンク色のね、ピンク色の、じゃあライダ俺、ライダ俺、でもまだまだね、KI も2回残ってるし、そうですね、関東最強と長い四国県城も残ってますしですね。あとこの亡き王女っていうのは多分サウザーなんで、サウザーがいれば多分大丈夫でしょう。俺ユダかな。ユダ本当にユダ使いましたよ。本当にユダ使いましたよ、うん、俺がレイ使った時は非難5号だったくせにですね、うん、俺がレイ使ったら5号言ったくせに、自分はチャラユダですよ。ミルがいい、開幕ミルがいいですよ。見てるわ、もう俺を見ろって感じですもんね。アピール、完全にアピール始まったんですよ。ここから画面下アピール始まるんですか。どうすんの、地雷遅いっすね。地雷遅いっすね。地雷どうやって守ったらいいんですか。どうぞ、まずでしょ。で、さあ、あ、知ってる、Pから入って、多分打っちゃう。なんか、若干それっぽい。遠い。いいやつ当てに行こうやつ。なぜかこのユダ、テーダジャンピーをやるんで。いや、リーのがね、出やすい。ケダビー出にくい。ケダビーしようとすると、なんかよくわかんないけど、なんか登りに。ケダ D しようとすると、なんかちゃんとケダビーになる。なんかワンチャン行ってるんですけど。ワンチャン行ってるね。これ、まあ、まさかの、チャラポユダが勝つと、格付けが一個完了したのかな。ないでしょう。まあ、ないでしょう。これは多分、誰が勝つかって一番勝つのは妖精さんです。そこの格付けがね。格付け終了しちゃうんで。ああ、ああ。上がれんの、うん、かっこいい。あれ、これは普通に、あ、あ、あ、わかった。いや、そこからですよ。ただですか、からアピールしてますよ。特殊できるでしょ、さすがにユーダ使ってんだったら。命は投げす、まあ、アピールだけして消えていくっていうのもね、間違いないかもしれないけどね。なんで拾っちゃうかな、なんで拾っちゃうかな、技術管理になってるかな。バガルガーテの音すら聞こえないんですよ。大丈夫ですか、こういうの。あれあっ、せっかくこうの目の前に走っていってカウンターで食らう。走ってカウンターですね。このゲーム走るとカウンターになるんで気をつけてください。じゃあ、はい、俺消してください、一人。
どうやって殺してくれよって俺を見てくれって俺を見てくれ。ちょっとアピールしすぎましたね。じゃあ誰出そうか。そっちは泣き王女さん。そうです、泣き王女のためのウブテッドさん。まあウブさんですね。そろそろ勝たないとまずいじゃん。結構今押されてますよ。相当押されてるんじゃない。多分今4対8ぐらいで、4対8ぐらい。そうそう、一旦こっち KI がいるしね。出ようかな。The time of retribution. Battle one. 間違いない、まあ、そうだね。大将は連勝制限なしなんで。ちなみに今日商品ありますかね。マジで言おうよ。勝ちチームに商品あります。ウェイ。出てきたのはおい、グレアバレー亡き王子の、まあ、ウブさんもね、最近ね、感じノーミス言ってますもんね。最近だと、そうですね、鈴木さんとかハイバーツ界は結構ノーミスですね。ウブさんとか、四国さんとかやっぱ他のね、木曜とかの大会以外にも来てるプレイヤー伸びてますね。そうですね、元々木曜に来てない人強いですから。水曜とやっぱね、月曜に来てるプレイヤーはの試合やっぱりね、強い人とやれるんで伸びてますよね。もうぶちぎでしょ、うん、それはまあ、止まってるかな、もう2年前ぐらい止まってるかな。そあ、やばい、帰りたい帰りたい、こうなるともう帰りたい。これ結構土地自体が滅亡する場所ですね。終わった、完全に。実際、ゲージないと割と薄いっていう。知ってる、おっと、あー、やっちゃった、あー、バレちゃった。さあ、徳光忍者さんが忍者ワンで、ここで終わりで、俺が言ってる。じゃあ、徳さん、誰が出ますか。じゃあ、平行さんマイク。え、なんでもう、こっち決めてんの。まあまあ確かに。お前さあ、でっかいのジュース買いに行きました。少々お待ちください。はい、はい、入ってねえの。入ってるよ、はい、入れたいの入れたいの、ま、入れたいの、待って待って待って、いやいやヘイポーの孤島回転。いやいやいや、待って待って、ヘイポーの鳳凰孤島回転。まずいまずいまずい、おかしい、あるある。あー、またよしでいいの名前トキーかな、ラオかな。対してヘイ君はヘイキーやりづらいよ。そうだよ、さっきから全然手出なかったよ。レバー硬いぞ。あ、ラオウだ。ってことは結構いい商品がある。あ、え、行かれますからね。でもフェアイラオウ、あ、体がすぐ死んだって。俺も悲しみを背負うことができた。俺の貢献いつまで食べれ食べれさあさあ、クリスマスは何してたんすか。クリスマスはやめましょうか。何すか、クリスマスは何してたんすか。何すか、何すか。まあ、まあ、俺ぞ剣を握るぞ。中野の？の？の？とあるホテルのインデックス、とあるとある、はい、とあるとある、はい、え、クリスマスに TRF でヘイポーザー見た人います。どうして見ました、見ました。
やべややべや。私の剣を束ねた。はい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 。じゃあまあね、クリスマスは、まあ、しょうがなく中野にいたということで、その男や何か、その男や何か、ああやった、あおお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 、あこれ剣の場所だ。すごい似合いましたよかったみたいな、マジないわみたいな、大丈夫だぞ、今勝てたぞ、大丈夫だぞ、勝てたよ、勝てたよ、なるほど、24日は全部来たと、忍者なしか、はいはい、22日は22日は22日は千葉の、はい、とある千葉の、とある千葉の、はい、ちょっとまあ賃貸住宅の、はい、ある一部屋で一室で、さすがにやめましょう、さすがにこれ